されないで、ぜひ出してください。Thank you.
そろそろ始めていきましょうかね。たくさん来ていただいています、ありがとうございます。では、そろそろ始めていこうかなと思っております。皆さんお疲れ様です。今日もご来場いただきましてありがとうございます。はい。ノードレットユーザーグループジャパン勉強会ボリューム9ということで、あと1回で10回ということで、こちら、ソフトバンク、新館汐留キャンパスの方で始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい。ということでご来場いただきましてありがとうございます。はい。ノードレットユーザーグループジャパン、そうですね、今日初めて来られた方もいらっしゃるかなと思いますので、改めてご紹介させていただくと、ノードレットというツールはですね、IoT をはじめとして、様々な API やデータ連携を、GUI、グラフィックユーザーインターフェース、目で見てわかるもので直感的に構築できるオープンソースソフトウェアです。で、このノードレットですね、利用促進、情報交換のため、交換のために、作られたグループというのが、ノードレットユーザーグループジャパンということになっております。はい、ということでですね、早速ですが、ソフトバンク、こちらの、会場説明の方をしていただこうかなと思うんですけど、あれ？すいません、何の振りもなく言っちゃいましたが、一応簡単な、はい、ソフトバンクの北崎と申します。本日はよろしくお願いします。ちょっと会場のフロア図を応じしてないんですが、分かりやすいので大丈夫です。はい、皆さんもすでにエレベーターホールからここまでたどり着けてますので、その途中に非常階段とトイレ両方ありますので、見つけてください。壁際にありますので、はい、非常階段が一番近いところにありますので、もし地震とか災害とか発生した場合は全館放送に従って行動すれば大丈夫ですので、はい、ご安心ください。あとお手洗いは手前にもあるんですけども、もし混んでるようであればエレベーターホールを過ぎて奥にもございますので、そちらをご利用ください。あとおタバコですけども、汐留とかあと、新橋から地下道で来られた方は長いエスカレーターを上る手前のところに喫煙スペースがあります。ガラス、こういうすりガラスで囲まれた、喫煙スペースがございますので、必ず21時までにご利用ください。21時過ぎると扉が閉まって社員しか通れなくなりますので、早めにご利用ください。はい、以上です。簡単ですがよろしくお願いします。佐々木さん、ありがとうございます。 この度も素敵な会場をお貸しいただきありがとうございます。はい、ということで、運営メンバー、普段の運営メンバーの紹介です。こちらの7名でやっております。こちらの方ですね、この形で今日参加されている古城さんでしたり、横井さんでしたり、こちらの萩野さんをはじめ、他の3名も、各イベントで、それぞれ時間を使いながら参加してやっております。ちなみに僕がですね、司会、よくやらせていただいている田中誠吾と申します。ということでよろしくお願いします。ということで、ハッシュタグですね。はい。こちらですね、一応ご紹介しているところにと2つございます。ちょっとこちらはですね、ノードレットの、ちょっと背景としてこういう感じなので、できればこの2つ、投稿いただけると大変ありがたいです。なぜならばというと、ノードレットのハッシュタグ見ているとですね、このノードレットというタグの方はですね、結構海外の事例とかそういうもの、グローバルによく使われているもので、で、ノードレット GP はですね、もともとこう、国内で使われてたものなんですけど、ノードレットの日本の事例とかを見るときはこちらの方がよく投稿されるので、まあ、こういうイベントのときはですね、両方投稿いただけるとグローバルにも日本にも行くので、まあ、いいかなと思ってこちらの方を書いていただけるとありがたいですというところですね。ということで、肩慣らしということですね、皆さん Wi-Fi の設定をしていただけたかと思いますので、この快適な、ね、インターネットライフをしつつですね、このノードレット勉強 Now みたいな感じでちょっと腕慣らしというかキーボード慣らしをしていただけると大変ありがたいかなと思っております。ちょうど通信速度のね、チェックにもなるかと思いますので、どしどしご投稿いただければなと思っております。あとですね、次やったまとめの方で、後で皆様のご反応の方も、投稿しつつですね、おそらく登壇者の方がですね、資料公開できる方はしていただけると思いますので、こちら情報を、まとめていこうと思っております。はい。Wi-Fi ですね、そちらの方のテーブルの方にいくつか紙がございますので、あと正面の方にもこちらにもありますので、こちらの方をつないでいただいて、実際にインターネット使っていただければなと思っております。はい。
で、ノードルというユーザーグループについてですね、ちょっと詳細のところですね、どういうふうなユーザーグループの活動をしているかなというところを少しご紹介させてください。ユーザーグループのですね、目指すところというところなんですが、ノードレットは、知識の架け橋ということでやらせていただいております。ノードレットはですね、いろんなライブラリとか、いろんな知見というものが結構集まりやすいものですので、こういうことを意識しています。で、ノードレットはですね、今でも、API と申しましたが、IoT に関して言うと、ハードウェアの方につなげたり、インターネットにつなげたり、ソフトウェアにつなげたり、まあ、いろいろなシチュエーションで活用されていて、今後もどんどん広がっていくかなと思っております。まあ、自分の事例でですもね、何につなげているかというと、VR のデバイスとか、そういうものにもつなげていて、まあ、ちょっとこういうようなユースケース広げられないかなとか考えたりとか、設備制御とかそういうものにも使われ始めています。まあ、連携するがゆえに、いろいろ悩みがあるとは思うんですけど、それに伴ってですね、A to B、B to C、B to D みたいな形で、その間の技術のいろいろな知見というものがですね、どうしても、まあ、難しくなるというところがあります。例えば紹介するとですね、例えばインターネット、ウェブの技術に得意な方がハードウェアにつなげたときに、ちょっとこのデータな、どう来てる、つながったはいいけど、どう来たかわかんない、ノードレットはつなげてくれるんだけど、みたいなところとか、あとハードウェアに強い方が、例えばラズベリーパイにノードレットを入れて、つなげてくると言っても、例えばそれをインターネット上でどういうふうに上げるべきかと言って、ウェブサービスの設定とか、そういうところとかが、まあ、実際にはね、ノードレットの場合は、その空欄に入れるだけでいろいろ設定できるというところはあるんですけど、わからないという部分もあるんですね。まあ、そういうところで、まあ、それぞれの、皆さんのお力の部分の、まあ、やっぱり、こう、ちょっと飛んだ、外れた部分というのはどうしても難しくなるので、まあ、そういう問題に直面できたとき、したときに、まあ、みんなに助けあればなと思って、例えばですね、ノード自体のいろんなプログラムの塊としてノードレットありますけど、こういうものをやったりとか、あとはまあ実際それを組み合わせたデータの流れとしてフローというものがありますが、こちらはですね、非常にこうオープンにディスカッションできるスペースというのはノードレットの方にありまして、実際ノードレットのサイトにアクセスすると、フローとか、実際ノードでいろいろな新しいものができて、今もう2000は超えてますかね、結構いろいろなライブラリが使える状況になっていたりしますということで、まあ、やはりですね、こういうふうになってくると日進月歩で良くなっていくというところで、より良いノード、フロー、プロダクト、コミュニティということで発展していければなと思って、考えております。まあ、ここまでね、オープンだからこそ発展のスピードは上がるはずというところで、こちらの部分をですね、ノードレット UG であらゆるリソースが集まって、みんなが生かし合うという世の中にしていければなと思って日々やっております。ということでですね、今回のセッション、今回は4つございます。じゃん。はい。タイムスケジュールとしてはこのような形になっていて、まさに今ご挨拶というところでやらせていただいております。で、今回はですね、だいたい1時間ぐらいですかね、こちらの方セッションの方ですね、5分の方と15分の方ということで4本やらせていただいております。はい。今日はですね、比較的余裕がある進行になるかなと思っていますので、まあ、登壇者の方もですね、多少であれば熱入ってきたら少しエクストラトークしていただいても全く構いませんので、何卒よろしくお願いしますという感じです。で、その後ですね、まあ、大体9時ぐらいですかね、まあ、ここ前後すると思うんですが、懇親会とネットワーキングタイムということで、まあ、いろいろな、交流していただければなと思います。まあ、例えば登壇者の方にですね、こういうのをどうやっていたのとか、のも構いませんし、まあ、ユーザーグループの方にですね、まあ、こういうことをいろいろ聞いていただくのも構いませんし、まあ、実際ノードレットを種にですね、それぞれ参加者同士で交流するのも構いませんので、ぜひともよろしくお願いしますという感じです。で、その後、撤収、閉場というところで、まあ、多少お片付けみたいな部分もあるので、もしご協力いただけたら大変嬉しいですという形です。で、今回のセッションですね。はい。今日のラインナップは、ノードレットの活かし方、いろいろ学んでいきましょうというところで、こちらの4つになり、なっております。まず、最初がですね、5分で山口明さんから、リアルタイム感情推定ということでお話をいただきます。続きましてですね、橋向井博明さんの方から、AI クラウドとノードレットで作る工場 IoT センサー接続や、ダッシュボードのカスタムノードの制作秘話というところで、お話をいただきます。続きましてですね、あと2つでございます。もう一つはですね、前原圭介さんより、ヌードルという、ツールと、ノードレットを連携してみたよもやま話ということで話していただきます。で、最後になりますが、ソラコム、ネプタ、ネプタ、すみません、あ、よかった、合ってました。ネプターで、ノードレットウキウキリモート開発ということで、中西和樹さんの方からお話をいただくという、この4つのラインナップとなっております。
ということですね、実際に始めていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。では早速、一発目ですね、山口明さんの方からリアルタイム感情推定ということでお話しいただきます。それでは準備しますのでお待ちください。よろしくお願いいたします。ではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。山口と申します。職業は何をやってるかっていうと、日本の商品を中国本土に販売しています。で、だから何て言ったらいいんですかね、海外の動きとか今日本がどう思われてるかっていうのをすごくリアルタイム知りたいっていうニーズがあって、で、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、例えば、トランプ大統領が、キム・ジョンウンを訪問したよって、その時世界ってどう思っているのかとか、あと今でいくとこれですね、中国、例えば韓国の人は今日本のことをどうリアルに思っているのかとか、そういうのを分析すると、まあ、日本のこれ分析なんですけど、実は日本の人もそんなに韓国のことを悪くばっかり言ってるわけではないですよね。ツイッターっていうところで解析すると分かると思うんですけど、例えば K-POP とかアイドルとかファッションとかっていうのが、まあ、ツイッターは若い子が使うので、まあ、基本的に多いですよ。で、例外的に、悪いところが出てくるよっていう、そんな感じです。ですので、こういうなってたんですかね、メディアの情報をそのまま鵜呑みにするんではなくって、ちょっと今日持って帰っていただきたいのは、自分で一回調べてみましょうと、そういうことです。で、これ簡単に言うと、ツイッターにセンチメートルノードをつなぐだけで今どうなってるかっていうのをスコアリングができるので、結構楽、簡単にできるんですよ。だからやってほしいなと思います。じゃあ今、韓国の人が日本のことをどう思っているかっていうのをお見せしますね。で、これが上が、日本、下がアって書いてあるのアベですね。で、今どう思っているかっていうとこんな感じですね。まあ 0.2 とか、簡単に言っちゃうと、そんなに韓国の人たちも悪く言っているわけではなく、日本のことをちょっと評価しているというのが、平均を取るとそうなるということですね。で、ツイートを取ると、全部ハングルなので読めない、ね、読めないと。絵文字だけ読めます。で、一応翻訳したのはこれなんですけど、言ってることは日本のツイッターと同じようなことを言ってるところですね。ちょっと今タイミング的に、ですね、例えば週明けと週末っていうのは日本のツイッターも調べてみると分かると思うんですけど、悪口言うタイムなんで、こういう感じと、日本も韓国も同じよと。日本もちょっと見てみましょうか。これが日本ですね。で、これで韓国とムン大統領についてどう言ってるかっていうのを見ると、平均を取ると大体、真ん中ぐらいに来るよねって。今は、悪口タイムかなと。悪口タイムかなと。週間で平均を取ると、若い女の子がツイッターとかやってるタイミングだと結構いい K-POP とかいい話が出てくると。今は おじさんの飲み会タイプなのこんな感じですと。そんな感じじゃあ中国本土も調べると、翻訳しません。漢字見ると分かるよね。ほぼエロです
本当だ。わかりますよね。わかりますね。でただ、下の方とか結構いいポイントになるような、なんか彼らって結局、VPN って言って、あの、なんていうか、中国本土って、ツイッターってやるの禁止なんですよ。だからそういう VPN って抜け技を使って話をするんですけど、もちろん中国本土の下の政府を見てるんで、それを抜けるために、まあ、こういういやらしい投稿いっぱいの中に政治の意見を混ぜる、あ、聞いちゃった、知ってましたかな、これ見てもらうと、民主党の香港の人民の法案のところとかで、これ見てると状況は日々流動的ですみたいな、きちっと分析した内容をスポンって入れてくる。で、ここでいやツイートの内容にエロいことをいっぱい埋めてっていう、そんな感じですね。まあ、そんなのが分かりますと。で、日本の人たちも、まあ、大体こんな感じですかねと。あと、あの海外の、まあ、アメリカの人たちがどう思って、日本で東京のことをどう思ってるかっていうのを調べてみると、今、なんだかすごく悪くて、何が悪いのかなっていうと、東京な、なんとかっていうヒップホップグループですかね。これです。こういう、東京ドラフトっていうヒップホップグループのなんか楽曲のことで今揉めてるんで、ちょっと悪いって感じになってます。はい、まあそんなことがわかりますね。だから簡単に言うと、もうちょっと詳しく言うと、あの、基本的に平均を取ると大体、皆さんの意見で中立になってくるはずなんですね。例えば意見、例えば情報出ましたって普通鵜呑みにするなって思うじゃないですか。で見るじゃないですか。だから中立になる。でメディアって必ず両端の端っこになるんで。でさっき見てもらったのが、まあ、この全体の平均を出すと。でその両端をちょっとやりましたっていうところです。だから。これが、海外の人が持っている人で、中国本土の人たちが VPN を抜けて日本のことやアメリカについてどう思っているかっていうのをスコアリングしたものですね。でこれは日本人が日本が韓国のことをどう言ってるかって、ちょっと、うん、まあ平均取ると、まあ、まあ中立のところにポジション来るかなと、まあ、韓国の人たちも同じというところです。だからまあ、なんて言ったんですかね、まあ、メディアの上、安倍さんと今ちょっと、まあ、簡単に言うとこんな感じで出てくると。だから基本的に、まあこっちってですね、で必ずしもあの悪いことばっかり言ってるわけではなくて、あのきちっと日本のことを考えて言ってる人もいますよっていう。だから、まあ、メディアとかっていうのは、まあ、極端な意見を言うからメディアになるんであって、普通の人の意見って大体真ん中ぐらいになるよというところですね。でそれをこのノードレッドを使うと、あの自分であのリアルタイムに把握できますと。だからこういう理由を持ちてみてくださいということです。であとは、宣伝ですね。トランプが驚いた時の、世界の反応というのはこんな感じで出ます。わーってすごい反応出ます。じゃあ中国本土はその時どうだったかというと、簡単に言っちゃうと、簡単に言っちゃうと、コミュニストパーティーのバカ野郎って書いてあります。そうなんですよ。あの、だから基本的に情報を見ていただきたいの、中国本土の中国人の上の階層の人たちって中国共産党のことあまり好きじゃないんですよ。ちょっとそれは覚えておいていただければ。あとそれと、香港や台湾でノーネイレナさんの、広告を、ユニクロが投入すると、次本土で、はもうそれ見て視聴したよっていうようなツイートが出ますと。つまり
今はちょっと使えないんですけど、中国本土に広告打つっていうのはお金がものすごくかかるんでできないんですよね。だからその時どうしていいと香港だけに投入する、そうすると中国本土に拡散する、そんな手が、6月11日までは使えました。ちょっと今もほぼ使えないです。であと情報に関しても中国本土だから遮断されてるかってそうじゃなくて、GSOMNIAをちょっと発揮したタイミングを18時22分に発揮したんですけど、19時には中国本土でもそれが言っている。だからほぼリアルタイムで中国本土の人も情報は知っているということですね。あとはリアルタイムに見るだけ世界で分かりますと、例えばこういうところが後解析するとどういうふうに旅行行きたいなとか、まあこういう推論を重ねていくとどういうファッションをして、こういう同じ、まあこれ J ファッションのロリータの中のアマロリっていう区分の人たちなんですけど、そういうのって世界中にいますよっていうことが場所で分かります。まあこれデータとして出してるんですけど、これ GPS データなのでどこの場所にいるかっていう、そしてどの人たちが購入をするかとかっていうのが分かりますよと、まあ、そういう詳しいところが分かるところまで踊れるといいところですよというお話でした。以上です。青木さんありがとうございました。いいですね、やっぱノードレッドをベースにこういう分析のツールを作っていくっていうのは楽しいですね。ありがとうございます。思ったよりいい方向に触れてましたね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、1個目のですね、ご登壇は終わりということで、次は続きましてはですね、橋向井博明さんから AI クラウドとノードレッドで作る工場 IoT センサー接続やダッシュボードのカスタムノード製作、開発秘話ということでお話をいただきます。それではよろしくお願いいたします。はい、ちょっと準備しますのでお待ちください。こんばんは。あら、こんばんは。こんばんは。今AI クラウドって田中さんおっしゃったんですけど、IA クラウドでございます。あ、すいません。アーティストインテリジェンスじゃなくてですね、インダストリアルオートメーションで、はい、前回に続いて2回目の連続登壇で、大変お騒がせしますけども。前回ですね、工場の IoT を、まあ、ノードレッドでやる、まあ、これ最近すごく流行りなんでいろんな人がやってるんですけど、まあ、ちょっと観点違う格好でやりましょうということで、やりますよっていうことをお話しさせていただきました。で、あれ5月でしたっけ、前回だから3ヶ月ちょいぐらい経ったところでだいぶいっぱいカスタムノードを作りましたんで、こんなの作ったよというところで、まあ、秘話っていうほどの秘話はないんですけど、ざっくりこんなのですよって話を僕はした後で、実際にコードを、いっぱい書いてくれた小原さんが、実は、まあ、まさに秘話を話していただけると思います。自分でやった方がいいか。ここでやろう。前回ですね、製造の工場の現場っていうのは、まあ、泥臭いとか油まみれというか、まあ、そういうところでして、で工場によって全部もうセンサー万別なんですね。で、まあ、いわゆるスタンダードなアプリケーションを持っていって皆さん使ってくださいっていうのはパッケージ売り的なことって、まあ、基本的にできないんです。で全部センサー万別で、それぞれにカスタマイズしなきゃいけないってことなんで、まあ、カスタマイズの費用を払っていただければ IT ベンダーさん喜んでやるんですけど、当然そんなお金もないっていうことで、まあ、結局 DIY で Do it yourself で自分でできるようにしてあげないと中小の工場は回らないということを前回も申し上げたんですけど、でところがですね、IT のエンジニアは当然いません。
まあ、ほとんどおじいちゃん、まあ、私ぐらいの年の人が多いわけでして、まあ、パソコンも扱えないなんて人も結構います、まあ、そういう中でですね、まあ、多少なり、エンジニアっぽい人になんとかアプリケーションを作ってもらえる、まあ、コードを書かなくてもできるノードレッドで、まあ、なんとかできるかもしれないということで始めました。で、後からまあ待てて出てきますけど、コードとにかく 1行も書きませんということは、ファンクションノードは使わないと。それから、あの、必要な機能はノード単体でできるだけ用意して、分岐だとかループだとかを、まあ、いわゆるフローで書かないと。だから、まあ、ある意味ノードレッドかっていう、そのノードレッドでプログラムされてる方はなんかちょっと違うぞっていう気が されるかもしれませんが、とにかく箱つなげば動き出すという、まあ、そういう、あ、逆だ、まあ、そういう、の、まあ、ノリでやりましょうということで、とにかく、まあ、あ、そういう意味ではノードをいっぱい作ろうということでやりました。で、まあ、あの、まあ、これ前にお見せしたのと同じなんですが、まあ、プラットフォームはラズパイ使って、そこにいろんな、まあ、計測機だとか制御機器をつないで、まあ、クラウド、これはクラウドのサービスとして IA クラウドという、まあ、我々やってるやつがあるんですが、まあ、その他のいろんな、どんなクラウドでもいいんですが、まあ、そこへつなぎ込んで、で、たまったデータを、ダッシュボードで見ましょうと。で、こっちか。まあ、こんな感じの、その、工場で使うダッシュボードって、これまた普通の、その、まあ、単なるグラフだけじゃなくてですね、この、工場の中のフロアにあるいろんな、機械がですね、正常に動いてると、みんな青いランプがついてると、1台だけ赤いランプがついて止まってるとか、まあ、そういう、まあ、アナンシエーターって機能なんですが、まあ、そういったような、その工場で独特なダッシュボードっていうのが必要なんで、まあ、そういった機能を、まあ、作り込んでやろうと。それからバックはどうするの？バックはこっち？バックって書いてある。お。でですね、まあ、ノードレッドですからノードを、ワークスペースにドラッグして、まあ、線でつなぐ。でここにある、左側の3つですね、丸で囲ってる、これがですね、まあ、センサーや制御機器からデータを、まあ、主に通信なんですが拾ってきて、でそいつをある、まあ、IA クラウドフォーマットっていうのがあるんですが、まあ、JSON なんですが、その JSON のフォーマットに出して吐き出すとメッセージで。で、右にある箱がですね、これはあのクラウドサービスへ HTTP、JSON でつなぐという箱なんですが、まあ、そいつに渡してやると、まあ、全部データを送ってくれますと。で、この間に、まあ、あのノードとノードを線でつなぐだけで、フォーマット変換するための、ファンクションノードは使わないし、まあ、例えばですね、早い話、このセンサーからデータを取るノードをどうやって起動しようかって普通ノードレッドの方考えますよね。当然あの、インジェクションノードがないんです。もちろんそれでもできるんですけどもこのセンサーを読み込むノードの、まあ、プロパティシートを開くと、もうそこに周期何秒周期でデータを取って送るとか、データが変化した時にアシンクで送るとかっていう設定があると。でここにあの、インジェクションノードを持ってきて、まあ、プログラムさせると、ビジュアルではあれやっぱりプログラミングなんで、まあ、レベルが1段上がってしまうんですよね。ましてやあの分岐とかやらさせたらもう全然、大変なんで、まあ、基本的にはつな、いで設定してデプロイしたら動くというのをこう、まあ、ポイントにします。でそれでできるノードをいっぱい作ろうということです。でまあ、これが実際あの今まあ、ちょっと小さくて見えないですね、左側がですねセンサーとか制御機器を、まあ、主につなぐノードなんですが、二の四のロの二の四のロの矢の塔の12、3個あります。でいろんなあの PLC からデータ拾ってくるとか、援護者のセンサーから拾ってくるとか、あるいはあの、ハンズオンで皆さんに
体験してもらうためにはグローブパイあたりのセンサーが便利なんで、まあ、実際に現場ではほとんど使えないんですが、まあ、そういうグローブパイからもデータを取ったりしてやってます。で、右側がダッシュボード系のカスタムノードで、まあ、基本はコアにある標準のダッシュボードを使いますけども、まあ、それを組み合わせたり場合によっては新しい、ダッシュボードノードを作って、まあ、グラフを書いたりさせています。で、まあ、これがあの、まあ、最終的に目指すところなんですけど、まあ、当然オープンソースなんで、まあ、ここのこのノードレッドのコミュニティをベースに、中小製造業ユーザー向けのですね、アプリケーションをみんなで、まあ、ビジネス含めてですね、できるような、センサー作ったけどこれ使ってほしいとだったらこのノードレッドのノードをカスタムノードを一緒に配布すれば使より大勢の人に使ってもらえる、まあ、要するにこのセンサーが売れると、まあ、そういう世界を目指していきたいなと。で、センサーのノードを作るときにカスタムノードを作りどうやって作ったらいいかわからないっていう方々に、まあ、我々は、まあ、意外と簡単にできるよと、簡単でもなかったんですけどできるよというところを、まあ、発信していきたいなというふうに思っています。ということで、実際に行動、まあ、各有私もちょっとは書いたんですけど一番バリバリと書いてくれた小原さんにこの後、秘話を語っていただこうと思います。ああ、ちょっとあんまり秘話っぽい秘話がなくて申し訳ないんですが、はい、ちょっと一応あの自己紹介させてください。あの公式には載ってなかったんで、小原と申します。ツイッターこれで、製造業向けの SIR の中小でやってますと。 IoT とかクラウドみたいな仕事がだいたい降ってくる感じ。好きなノードレッドノードはインジェクトノードで、しこたまビールを飲んでブログはこんな感じでやってますと。はい、で、ここでは公開までの道のりと、まあ、その間のちょっとチップスみたいなところをお話したいと思います。で、最初に余談をしておくとですね、ノードレッドのカスタムノードを作るにはノードジェネレーターという便利なツールがありましてまあこの界隈の人は皆さんご存知だと思うんですけれども、当時やり始めた頃は私それを知りませんで、あのしこたま早々書いてましたというところで、それやりには開発をして、まあ、Git プッシュをして NPM というところに公開をしてフローライブラリーへの反映、まあ、これひたすら待つしかないんですけど、こんなような道のりになってまして、でカスタムノードを作るにちょっとお作法がいろいろあるんですね。リポジトリ名はこれにしなきゃいけないとか、配置すべきファイルがこれこれで、その中にこういうキーワードとかエントリーを入れなきゃいけないと。これ資料多分後で出るんで、あのさっといきます。で、待つしかないっていうところがですね、あの例えばハンズオンの前日とかにこうちょっと変えたんでこう今から公開してくださいって言われて、今リハーサル中なんですよみたいな、そんなすぐ反映されるわけないんですね。5分の時もあるし30分待ってもみたいな、ちょっともう6時過ぎちゃうんだけどみたいなとか、サイトには数時間って書いてあるんですね。で、これが過ぎると、コミュニティに話しかけてくださいとかスラックとかフォーラム書いてくださいみたいな書いてあるんですけど、まあ普通の人ってあんまりそういうことってちょっと心理的ハードルがあるんでしないですよね。まあそういう場合はこうマイナーバージョンを上げてこう NPM パブリッシュ直すとか、なんかこんなことやってました。はい、であとはちょっとコードの話なんですけど、まあ、どうしてもこう ES6 で書きたいとかアシンク使いたいなみたいなのがあって、これあんまりなんかすんげえ探したんですけど見かけなかったんですけど、ここにアシンクを入れるとこのイベントハンドラーは多分戻り値見てないんでいけるんじゃないかというところで、今これで動いているノードがいくつかあります。はい、ちょっとまさかりあったらあの飛ばしてほしいなと思います。はい、あ、こういうの大好きなんでこういう話とか。はい、でもう一個はデバッグしたいと。なんかそのやっぱ作ってる途中にステップ実行したいよねみたいな話がありまして、で、まあ、どうやるんだろうっていうのをこう調べてたら、やっぱ VS コードですね、デバッグ機能ありまして、で自分のその VS コードの中で書いてるソースと実行環境を合わせてデバッグを貼るみたいな、これちょっとニーズあるかもしれないんですけど、すみませんまだブログエントリー書いてないんですが、ローカルでこう実行するみたいなのを、ちょっと編み出したりもしました。はい、これちょっとまあ気になる方は後で話しかけてください。であと自動テストですね、これはすいませんできませんでした。これちょっと本当にまさかり飛んできそうなんですけどあのテストはしてますけど、自動テストっていうのがちょっとできてなくて、まあ、モックを作ったりとかこういいやり方あったら教えてほしいなと思ってます。はい、まあ、こさっと。はい、でこういう苦労って、まあ、どこで覚えたらいいんだろうっていうことで、まあ、これノードレッドの公式サイトで、
これ昔の画面なんですけど、ちょっとまだ翻訳されてなかったりとか、してる時がありました。はい、私結構これコントリビュートしたんですけど、することによって、ノードレッドをより深く知るというきっかけにもなりまして非常にこうありがたい活動をしてるなという、はい、ところですね。公式サイトいいぞというところですね。で実は始まりはこれの2018年の、忘年会の会かな。でなんか僕がツイッターで公式の日本語ドキュメントをどこにコントリビュートするんだろうって言ったら、小城さんがここにお願いします、あここにやればいいんだということで実はこれが始まりだったりしたんですけど、はい、本当にやってたらこうなりましたと。めっちゃ草生えました、はい、で草生えるといえばこうハクトーバーフェストっていうのが今度ありますんで、はい、まあ、ちょっと後で多分話しますよね。そうですね、でも、はい、話していただいても、ああ一応こういうのやりますっていう、はい、後で話します、はい、はい、ということで、ありがとうございます。カスタムノードの公開はちょっと時間かかるんで気長にやりましょうと、困ったら公式コントリビュートしましょうということですね。はい、小原さんありがとうございます。最後にちょっとiCloudのページ出して、はい、すいません、最後にまあ、こんな感じで、今一生懸命、ノード作って、まあ、公開して、まだまだ実はバグもあるしますし、どんどん変わって、ますんで、安定はしてないんですけども、もし皆さんで、中でですね、ちょっと俺もっていう方がいらしたらぜひ、お声をかけてください。で、これIA クラウドのページなんですが、ノードレッドの、ハンズオン一番下、あらここからもいけるけど、ハンズオンのワークショップをですね、まあ、今この、作ったノードを使って、今やってます。東京都の IoT 研究会で1回、それから多摩協会って、サンタマの方で、中小企業支援やってる団体があるんですが、そこでトータル4回今やって、来週2回目ですね。その他東京都でもう1回やったり、九州でやろうとかいろいろ今計画しますんで、もしこちらの方もですね、やりたいとか、やってほしいとか、あるいは関連の中小企業さんで、出席参加したいとかっていうことがあれば、ぜひ、連絡いただければ、このページ iacloud.com で出てきますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。ちょっと時間オーバーで申し訳ないです。いや、とんでもないです。はい。はい、橋向さんと小原さんありがとうございました。いろいろとノードも作られていて、僕も NPM でちょっとバージョン変えるテクは最近使わさせていただきました。なかなかね、更新が遅かったりしてね、あれで登壇しようとすると大変にバージョンがアップされなくて焦るみたいな話は非常にありまして、では続きましてですね、いきたいと思います。はい、ヌードル、ノードレッドを連携してみて萌えの話ということで、前原圭介さんよりお話をいただきます。ただいま準備していますのでお待ちください。映りますように、だんだん、はい、ここです、来い、大きな、大丈夫かな、はい、良きタイミングでお話しいただければなと思います。スクリーンでドン、それでは前原さんよろしくお願いいたします。はい、まあ、ご紹介いただきました前原です。今回はヌードルとノードレッドのよもやま話ということで、話をさせていただきます。はい、で、まあ、流れとしてはまあこんな感じで、途中でライブビジュアルコーディングします。はい、で、まあ、軽く自己紹介なんですけど、まあ、活動はマイプということで、職は組み込みのソフトエンジ、まあ、ソフトのエンジニアやってます。で、まあ、趣味で IoT 電子工作をやっていて、まあ、ノードレッドを触ってたりします。で、まあ、自分はなんかもうがっつりファンクションノードを書いてカスタムエンドノードを作ったりしてます。で、好きなノードは MQTT インアウトノードです。で、先週か技術書店っていう同人誌の、まあ、イベントがありまして、そこでヌードルとノードレッドのこちらの本を出しました。で、あとツイッター聞いてやってるんで、できればフォローしていただけると嬉しいです。はい、で、まずヌードル知ってる方いらっしゃいますか。
おお、結構思ったよりいますね。はい、でこの中でハンズオンに参加したことある人っていう、あ、結構いますね。思ったよりいる。はい、ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいです。はい、でヌードルって何ってなるんですけど、まあ、こちら公式から引っ張ってきて、データとビジュアルをつなげるプロジェクトメンバーが一つになるということで、まあ、機能としては、まあ、ダッシュボードにちょっと似てるんですけど、こちらも UI、UX のビジュアルデザインができるツールです。でこちらもノードレッドと同じようにコーディングが不要で、まあ、ノードベースでユーザーインターフェースを作っていきます。で、API、リアルデータ、機械学習連携が可能で、まあ、IoT も可能と、まあ、自分は主にこの IoT の部分で使ってます。でウェブアプリケーションまたはハイブリッドアプリとしてデプロイ可能で、これはまあ後でも話すんですけど、まあ、作ったユーザーインターフェースを Android アプリにしたりできます。はい、で Noodle と、まあ、Node-RED の連携について軽く最初にご説明しますと、まあ、MQTT と REST っていうので、まあ、とっても連携しやすくなってます。で MQTT っていうのはまあ、多分ご存知の方多いかなと思うんですけど、TCP/IP ネットワークで利用できる軽量な、まあ、通信プロトコルで、まあ、多数の機器間を頻繁に、まあ、データのやり取りすることに向いているということで IoT 向けです。で REST なんですけど、これは、まあパラメータを指定して、特定の URA に HTTP アクセスするもので、まあ、この REST API っていうのがたくさん、まあ用意されているサービスがあります。で、これも結構 IoT 向けです。で、MQTT で今回、まあ、連携するんですけど、まあ、これには、まあ、MQTT ブローカーというのが必要になります。で、Node-RED には MQTT のブローカーノードというのが用意されているのと、あとは、まあ、外部の MQTT ブローカー、まあ、シフターなどを利用することが多いです。でまあ、こちらの使い方についてはエネブラーさんのブログに結構分かりやすくまとまってたりするんで、まあ、こちらを参照していただけるといいかなと思います。で、次 REST なんですけど、これはまあ先ほど言ったように HTTP ってまあリクエストするようなもので、こちらキータにまあエネブラと、まあ、REST API でヌードルから叩いてみたっていうような記事が上がってるので、こちらは分かりやすいかなと思います。でちなみにこのキータの記事書いてる人はヌードルのエヴァンジェリストの方です。はい、でちょっと、まあ、時間をこちらに割きたいんでライブビジュアルコーディングに進みます。で今回は、ヌードルとノードレッドとオブナイズを連携して、まあ、ボタン、まあ、ヌードルのボタンを押したら、まあ、サーボモーターがウィーンって動くよっていうのを、まあゼロの段階からやっていこうかなと思います。あ、じゃあちょっとここからか、はい、あれマイクを僕持ったんです。はい、じゃあ最初にオブナイズからちょっと設定していきます。はい、でこちらがオブナイズの、まあ、開発者画面で新規リポジトリを最初に作ります。で今回、まあ、適当にテストで5番目ぐらいで、はい、作ってきたか、はい、でまあ、こんな感じでバーッと出るんですけど、ほとんど消しますちょっとデフォルト、そうテンプレが最初あるんでこちら消して、でオブナイズさんって結構まあ、ドキュメントが豊富で、今回サーバーレスイベントっていうのでアクセスします。で、まあ、これも全部コピペでパパッと貼るだけで、コピペでいっちゃうんですか。そうですね、これもコピペで、あとオブナイズってディスプレイがまあこんな感じでついてるんで、そこになんか文字出します。でこれも まあ、コピーっていうところに貼るだけで、もう一個で、あと次は、まあ、今回サーボモーター使うので、これも用意されてるプログラムがいるんで、こいつをコピーしてここに置くと。でオブナイズのすごいところはボタン1個でこれ全部成形してくれます。お、はい、で、あとこれでデータを受け取ったらサーボを動かすっていう処理をちょっと書きます。
まあ、HTTP のポストでデータを送ってあげますと。よいしょ。テキストと、あと角度のデータですね。今回送ってあげます。はい、これで、あと、まあ、コーディング、オブナイズのコーディングが終わりで、次、消えちゃう。保存して、あ、OK、保存されない。で、オブナイズに HTTP でアクセスするので、そのイベントを作ってあげますと。で今回、まあ、テストをこれにして、で、きっかけを Webhook にしておきますと。でこれでもう、Webhook でコマンド投げると、もう、オブナイズのサーボモーターが動くようになってますで。そのエンドポイント、ね、そう、エンドポイントですね。で、これを、まあ、ノードレッドから最初に動かしてやろうかなと。まあ、さっきあったんですが、インジェクトノードと、あと HTTP リクエストが置いて、で、ここに先ほどのエンドポイントとポストにしてあげると。なんか出てきた。弾かれました。弾かれる。これでいけ。あ、できた。で、ちょっとそのペイロードに、まあ、今回 JSON でデータを送ってあげますと。テキスト。まあ、ヌードルにしとくか。と、まあ、あと角度ですね。角度を、まあ、適当に入れておくか。はい。で、これで、OK。動くか。ここにちょっとサーボモーターあるんですけど、動き。はい。あれ、なんか 動かないですね。動かないぞ。あれだ。すいません、デバッグしてる感じで、オブナイズが起動していない。ああ、そうか。あ、そうですね。ちょっと、はい。すいません、ちょっと僕が。ちょっと、起動してないでしょ。番号が、オブナイズ ID が入ってなかったですね。ちらっとオブナイズ ID 入れます。でも大丈夫か。あ、大丈夫です。HTML で行きましょうし。あ、大丈夫です。一瞬チラッと書くだけだ。あの皆さん、あのこれはツイートしないでください。いや、ちょっとあれ、バレちゃった。割とカジュアルに。はい、わかりました。でこれで動くはず。動いた。あ、来ました。で、はい。で、こう多分アングル変えてやればもう一回動くはず。あ、動いた。もう。あ、まあいいや、動いた。はい、まあ、こんな感じで。で、これはとりあえずノードレッドとオブナイズはつながったんで、次ヌードルつなげます。で、これがヌードルの画面で、はい、新規プロジェクトです。で、まあ、出るかな。あ、右側がもうリアルタイムに画面が、今動いた。はい。で、これもまあフロー、まあ、ノードベースで、まあどんどんやっていくと、まあ、この白い背景、四角いのが最初置いてあるんで、これ邪魔なんで消します。で、ちょっとおしゃれにしたいんで、画像を背景に今回しますね。あと、で、ちょっと自分チンチラ好きなんで、チンチラの画像をこう、プロジェクトに入れてあげて、はい、これで出てくると。で、こいつを背景に。チンチラ感がすごいですね。はい、これでかいチンチラになりました。でちょっと文字が顔にかぶっちゃってるんでこいつを上に持ってってあげて、でサーボモーターを、まあ、制御してやるボタンを作ります。グロープと、まあ、丸いボタンですね。今回円のボタンとで円に、テキストかな。でこれで今ちょっと変なとこに丸があるんでこれを白いやつですね。そう、左、まあ、上の方に白い丸がちょんとあるんですけど、これが、ボタンになってくる。ちょっと大きくして、ね、位置を鼻になる。鼻になります。鼻になって、まあいいね、目だとちょっとあれです。ちょっと目だと怖いんで鼻にしておきます。で、文字が一応ちっちゃくあるんでこれを大きくしてみてあげます。ぐらいで、まあ、一応こんな感じで文字がボタンの上に出るようになりました。で一応これで、まあ、今回の画面は完成で、次に処理系を作っていきます。ヌードルもやっぱりフロー的な感じでこういうふうに絵を作れるってことですね。そうですね。ノードで、まあ、こう画面を作ると。
で次からが処理系で、これが今作っているのが状態遷移のノードで、まあ、今回2つの状態を作ります。オンオフですね。でその中に、まあ、バリューということで各状態のデータを入れてあげます。から、はい、で今回はちょっと後の方にも使うんでカラーとアングルっていうバリューを付加しておきます。で、まあ、この辺の中身のデータはちょっと今回はしょるんで後で聞いてください。これで完成で、でこのまあノードレットと同じようにこう矢印がにょーって伸びるんですよね。これがまあ麺っていうヌードルって言ってるんですけど、こいつを紐が、はい、紐が伸びるんですね。でノードとノードをつなごうとすると左の方にプロパティが出てくるんですね。でどのプロパティをくっつけるかっていうのをここで選択してありますと、そうすると、まあ、ここがつながりますね、ノード。でさっきあった、まあ、円のところにオンっていう、まあ、状態の名前が出ます。でこのままだと状態遷移できないのでタップしたら動くっていうのを、はい、今つけてやりました。でこの丸タップすると、はい、こうオンオフオンオフって変わるようになります。はい、でちょっと見づらいんですけど、こう押した瞬間にこの面の中になんかデータが流れてる、ちょろっと薄く流れます。薄くなんか薄く流れます。はい、なんか光ってますね。まあ、そうちょっとこれは見づらいんで後で本進化の時で、はい、で、あと色を変えるっていうのを今回追加します。オン状態の色とオフ状態の色を今回、はい、こんな感じでつけてあげて、さっきの状態をこのカラーノードに入れてあげて、で、はい、でこれで、まあ、さっきのボタンの色がオンオフすで変わるように、こんな感じで変わるようになりますと、はい、でこっからノードレットにつなげていきますと。でヌードルは基本的に MQTT が便利です。でこれが一応センドメッセージっていうノードが MQTT のパブリッシュノードで、トピックを適当に今ヌードルにしておいて、でペイロードっていうところを追加すると、まあ、その MQTT のペイロード、になります。これある意味ノードレットの MQTT ノードと、まあ、ノリは近いですね。ノリは近いですね。これは今回テキストとアングル、まあ、角度を追加してやって、でさっきの状態ですね、ステータスノードのバリュ、角度ですね、アングルと名前をここにつけてあげると。でこれだけではちょっと MQTT つながんないんで、これですね、プロジェクトの設定から MQTT のブローカーをちょっと今回設定するんですけど、今回は外部じゃなくてローカルにします。ローカルだけで。でこれで多分ヌードルがローカルホストか。ありがとうございます。そうですね、ローカルホスト、ホストがですね。はい、はい、ホスト。でこれでブローカー設定終わりで、次ノードレット、これじゃない、ノードレットの MQTT ですね。MQTT ととりあえずデバッグノードを。つなげると。で、さ、いやもうちょっと言っちゃってるんですけど、まあ、ここローカルホストにサーバーしておくと、まあ、共通のブローカーになってます。で、トピックをさっきヌードルにしたんで、ここも同じトピックにして、デプロイ。で、これで、こいつの画面をちょっと押してやると、このノードレットのデバッグに、なんかいろいろ出てるんですけど、いけ。来ない。来ない。なんだ。これはなんだ。MQTT を立ってる。MQTT。あれですよね。ちょっとトリガーかけてなかったですね。こっちの。アクションを起こしてあげないとこの、メッセージが飛ばないので、これか。はい。これでボタンを押したら飛ぶようになります。はい。こんな感じで、まあ、さっきアングルと、まあ、テキストって状態ですね。それがノードレット側で確認できるようになったと。であとはもうノードレットにつなぐだけで、はい、で会計して、でちょっとオブナイズとつなぐときにちょっと癖があるなと思ったんで、そこだけファンクション使っちゃいます。
だと JSON か。そうなんですか。今ストリームできてましたもんね。そうですね。ちょっと JSON に変えてあげないといけないですね。ここをちょろっと。このうまいやり方多分あると思うんですけど、まあ、一応これで動いたんで今回これにしておきます。なるほど、配列でか、あ、これがないとオブナイズさんはちょっと動いてくんないみたいで、はい、これでデプロイで、うまくいけばこれでボタンを押せばオブナイズが動くはず。頼む、いけいけ、こう、こう、あれだな、ノードレッドかな。ノードレッドか。あ、エラー出てるな。JSON フォーマットだから。これだな。アスタってた。タスですね。はい。これで OK だはず。切りつきます。はい。いけ。いけ。こいつ、来た。来た。はい。こんな感じです。はい。こんな感じですね。はい。これでもう、だいたい10分くらいかな。で、ヌードル、ノードレット、オブナイト連携、はい、できました。わー、はい、はい、まあ、以上が、まあ、連携してみた感じで、で使ってみ、ヌードルとノードレット使ってみた比較なんですけど、まあ、ノードレットさっきやったようにダッシュボードで UI 作ることできます。で結構、まあ、用意された UI パーツが多いので、まあ、お手軽にデータの可視化ができるなと自分は思っています。ただちょっとヌードルと比べると作成した UI を、まあ、共有しづらいのかなという、まあ、これはノードレットの実行環境がどうしても必要になるかなというので、まあ、このしづらいというふうにしています。でヌードルなんですけど、まあ、UI パーツを自由に本当に作り込めますので自由度が高いです。で、ヌードルの機能で HTML と JS ファイルを出力する機能があるので、まあ、普通にブラウザーがあれば、まあ、どこでも、まあ、まあ誰でも共有できるかなというので、とってもいいかなと思ってます。であと Android アプリに今のやつをデプロイすることも可能です。でまあ、軽くまとめなんですけど、現状のヌードルとノードレットの使い方としては、ヌードルがフロントエンド、まあ、UI 特化として、でノードレットがバックエンド、まあ、一番強いのがサービス連携でですね。で、今までの IoT 電子工作っていうのは、まあ、UI まで作り込むっていうのはあんまりなかったんですけど、このヌードルによって、まあ、おしゃれで独自の UI が作れるようになったんじゃないかなと思います。はい。で今披露したヌードル、ノードレット、オブナイズ連携方法は後ほどキータにアップする予定なんで、まあ、こちら、まあ、ツイッターで、まあ、キータにあげましたというのをアナウンスするので、まあ、フォローしていただけると嬉しいです。はい。で告知があります。はい。10月にヌードル関連イベントが3本予定されてます。はい。でまず、まあ、こっちか向かって右側がヌードル 2.5 時間半ゾーンで、これヌードルの、まあ、公式が主催しています。で10月24日の木曜日19時から21時半です。はい。で結構応募者多数で、まあ、どれくらいいるかな、まあ、ちょっと確認してないんですけど、結構人気なイベントです。で左側がヌードル黙々会っていうので、こちら非公式で自分が、まあ、とあとヌードルエヴァンジェリストの方が主催になって開催します。はい。でもう一個で、こちらは、まあ、株式会社ウフル様ですね、エネブラーの。で、ノンコーディング IoT パーティーっていうのが10月29日にあります。で、全部ヌードル関連してるので、はい、喜んでらっしゃる。ありがとうございます。はい。なんで、まあ、ぜひ、まあ、このノードレット界隈にヌードル、まあ、知っていただければいいかなと思います。はい。ご清聴ありがとうございました。はい、前原さんありがとうございました。いや、ヌードルいいですね。ダッシュボードだけではカスタマイズがうまくいかないなと僕もフロントエンドエンジニアとして思うところがあるので、こういうところがいじくれる、ヌードルはいい関係性ができるかなと思います。前原さんありがとうございました。ということでですね、はい、続きまして最後のご登壇となります。はい、ソラコムネプターで、ノードレットウキウキリモート開発ということで、株式会社ソラコムの中西さんからお話しいただきます。
よろしくお願いいたします。ということで準備中ですのでちょっとお待ちください。ちょっとあの画角が濡れてますね。なんでだ。ちょっとお待ちください。ちょっとかそうですね。なんだろうな、画角の話かな。ちょっとお待ちください。真ん中にこう思う。そうですね。そうなりますよね。そうですね。これでうまく。手動で変えるやつが。少々お待ちください。ちょっと手動で変えるのって。あ、さっきのあのディスプレイの設定で。変更で、はいはい、お、来そう。ちょうど今あの懇親会の準備などもしておりますので皆様ちょっとお待ちください。超余談なんですけど、あのちょっと話をつないでいきたいなと思うんですけど、あのヌードルはまあフロントエンドで画面作れるっていうところでいろいろやってた。あ、大丈夫かな？気になる、気になりますよね。あの頑張ってですね、自分フロントエンドエンジニアなので最近のあの Vue.js ってフレームワークで頑張ってその Node.js を裏側に置いて、あの表示側をあのフロントエンドで頑張って作るっていうのをちょっとあえてやってみたんですけど、やはりですね、あの完全にノードレッドが裏方に下がってしまうので結構データ連携の注意点が多くなって完全にサーバー作ってるみたいになってしまってちょっと大変だなっていう、あのちょっとかなり物悲しい気持ちになったみたいな感じがあります。なんでかってノードレッドが手軽なのにあの表面の部分はあのガチで書くみたいな感じになると結構大変で、あのこれ結構あの注目のところかなと思うんですよね。あの全部頑張ってプログラム書くぞっていう気持ちでいるならそんなに楽さを感じないんですけど、あのノードレッドが楽だとあのなんか表向きにすごいプログラムを書くっていうところでなんとなく脳のスイッチングコストがあるというか、なんかそういうのがすごい感じられてですね、あのなかなかそこの部分でいうとやっぱりこうビジュアルプログラミングをしているときはなんか表も裏も同じぐらいで動けた方がなんか脳に負荷が少ないというか、そんな感じはしてですね、あの非常にこうヌードルとかあの他のビジュアルプログラミングのツールとかそういうのと連携していくとやっぱりそのまあ作るコードの量のスイッチングコストみたいなところもあのまあうまい具合のバランスになるかなっていうのを感じるので、まああのなんかそこの部分とかは最近すごく学びになりました。こっち出てますね。ありがとうございます。
火が出ない。 HDMI だとこちらですかね、こちらオンリー。HDMI 表示になるとすんなり映るかもしれないですけど、こちら側だけの表示になるのでちょっと椅子をこう見せていただく感じになるんですが、ちょっとそこはご了承いただきたくという感じです。ちょっとお待ちください。お、来た。あ、そう、出そうですね。こうなんですね。ちょっと臨機応変感がすみませんが、ちょっとこの方々遠いかもしれないので、こう椅子を動かしていただく感じになるかもしれませんが、そちらの方がいい。ちょっとここら辺角度ついてるかなと思いますので少々お待ちください。皆さん大丈夫ですか？本当に自由に動かして、結構この辺遠いかなって。あ、僕が邪魔ですね。はい、よろしい。あ、大好き。わかりました。じゃあ、それで、ということで、中西さん、よろしくお願いいたします。すいません、バタバタして。株式会社ソラコムの中西と申します。よろしくお願いいたします。今日、ソラコムナプターで、ノードレットウキウキリモート開発という、ちょっとウキウキしたタイトルで発表したいと思っております。で、ここである、このウキウキ感の、なんかこの、顔文字なんですけど、最近まで大学生がですね、うちの会社にインターンで4人ほど来ていてですね、でみんななんかこんな、なんか割とすごいなんかキャピキャピした男の人なんですけど、結構顔文字とか使っていて、結構社内ですごい結構みんな影響されて、結構こんな風におじさんたちがみんなこんな風に使ったりとかしてたりしてます。で、ちょっとこれ影響してます。で、今日ハッシュタグ、ツイッターされてる方ハッシュタグなんですけど、先ほどのノードレッドに加えてソラコムと追加して、もしツイートしていただけると嬉しいです。はい。で、ちょっと最初にお聞きしたいのですが、この中で皆さんソラコムって聞いたことあるとかご存知の方ってどれぐらいおられますでしょうか？あ、すごい。あ、すごい。嬉しい。めちゃ半分以上。ありがとうございます。はい。ちょっとご存知ない方もおられるので、ちょっと最初説明していきたいと思いますが、ちょっと今日ですね、2人、松下と私 の2名で発表する予定だったんですけれど、ちょっと松下の方はですね、本当にさっき会社にいたんですけど、完全に風邪でダウンしちゃってですね、タクシーで帰っちゃったんですなので、ちょっとこの話します、でもします、私ちょっと今日両方やらせていただきたいと思います。で、私なのですが、ちょっとノードレッドと関わりがいろいろありまして、ノードレッドのですね、コントリビューターをやっておりまして、本体の方でいろいろと GitHub でプッシュしたりとかして取り込んでいただいたりとかしてます。で、見えるところで、一つ機能で言いますと、ノードレッド のノードのですね、変更、アイコンを変更できるんですよね。最初定義されたアイコンあるんですけれど、それ以外にいろんなアイコンから選択してアイコン変更できるんですけれど、その機能の開発とかやったりとかしておりました。はい。ではですね、今日、15分でご紹介させていただくことということで、2つちょっとデモ、簡単なデモさせていただきたいと思います。まず1つ目がですね、例えば、デバイスとかいろんなところにいっぱいあって、で、複数台のノードレッドへ設定ばらまきたいとですね、1個1個こう設定変更するたびに設定していくの大変なのでという時に、このソラコムエアのメタデータサービスというものを使いますよという話と、もう1つですね、設置済みのラズベリーパイ、例えば最初開発してるときとか自分の社内とかでいいと思うんですけれど、実際そのデプロイするときとか、いろんな外とかですね、通信の届かないところとか、そういったところにラズベリーパイとか設置したときに、そこに対してこうアクセスしたいと。ただラズベリーパイって性能とかもある程度低いのでとか、あとメンテナンスもずっとするのも大変だったりするので、なかなかそこのセキュリティ面とか課題あるでしょうっていうところで、こういった VNC 主体というところでソラコムナプターというものがあって、この2つちょっと今日、デモしたいなと思っております。で、ちょっと簡単にソラコムの説明をさせていただきたいのですが、まず IoT とはということでですね、何ぞやというところで、もうご存知のあれだと思うんですけど、ちょっと改めてということで、センサーデバイスとかのものとかですね、遠くのこと、何か起きていることとかを、遠くのサーバーに
まあ、ネットワークでつなげると。で、まあ一言で言うと、まあ、物やことをデジタル化するというふうに言えるのかなと思います。まあ、IoT インターネットオブシングスなので、まあ、やっぱりネットワークが重要になってきますと。で、まあ、デジタル化のコストは下がったということで、まあ、例えばデバイスとかですね、いろんなデバイス、安価なデバイスとか出てきていますよとか、あるいはそのクラウドとかもいろんなサービスがどんどん出てきていて、まあ、すごく安価に使えますよと。ただ、まあ、ネットワークのところとかですね、例えばまあ、ああいう、まあ、最近どんどん安いの出てきてますけれど、まあ、本当に 4,5 年前とかですと通信とか、まあ、携帯とかも皆さんご存知のようにすごく高いので、まあ、このネットワークのところに、まあ、コストの課題がありましたというところで、まあ、ソラコムですね、まあ、こんな感じでいろんな通信のですね、まあ、皆さんスマホにも入っているような SIM がを使って、まあ、デバイスに挿したら、まあ、場所や配線の制約が解放されてどこでもつながって、かつ、まあ、1回線から安価に利用できると。まあ、例えばここら辺の SIM ですと月300円プラス、まあ、データ通信料なので、まあ、すごく安価につなげることができますよということで、まあ、IoT の通信を提供しているということになります。で、まあ、ソラコムって1万5000を超えるお客様と100万を超える IoT 回線を、まあ、提供しておりまして、まあ、身近な例ですと皆さん結構ご存知の方多いと思うのでポケトークですね。ポケトーク、まあ、海外でも使えるので、これSIM ですね、使えるので、まあ、このポケトークの中にソラコムの SIM が入っていたりとか、まあ、面白い例ですとタラコの例とかですね、毎日明太子消費をなんかこうどうしてもなんかこう冷蔵庫の中入ってて気がついてなくなったらすごく悲しい思いをするっていうのはすごくなんか独特ですよね。福岡限定なんですけど、まあ私はあんまり食べないんですけど、やっぱり切らしたらどうしても辛いっていう方のために、まあこういう服屋さんの IoT で、まあなくなる前にもう自動で伝えて通信してお届けするっていうサービスがあったりとかですね。まあ、あと、まあ、こういった大きな企業だけじゃなくて、もう少し小さな企業様とかでも、まあ、箇所プリン、こういったプリンター、なんか食べ物になんかペタッとプリンするようなやつの運用管理の安定稼働には、まあ、そのほうに使われて、まあ、いろんなケースで使われてますよという話になります。はい、ということで、まあ、ここまでがちょっと簡単なソラコムご説明だったんですけれど、じゃあ今日ちょっとどんなデモをするかということに進めていきたいと思います。今日ですね、ラズベリーパイ、ですね、がありまして、まあ、ノードレッドを動くラズベリーパイがあって、そこに、この、ドングルですね、この中にすみません、これ USB の中に携帯とかに入っている SIM が、ね、入っていて、まあ、これはラズベリーパイに USB 挿すと、でそうすると、まあでまあ、それでですね、例えば、メタデータサービスというものがありまして、まあ、データを、まあ、取ってきて、まあ、ここで設定したデータを使ってノードレット上で動かすことができる、何かデータを表示することができるというものと、あともう一つナプターというサービスがありまして、まあ、私の PC からですね、VNC 経由で、このノードレット、ラズベリーパイにアクセスすると。で、まあ、いろいろできますよということのデモをしたいと思っております。で、まあ、この、例えばこのメタデータサービスというものなんですけれど、例えば、何かこうデータの設定しておいてデバイス数とか増えると、まあそれぞれ変更、普通にやると、まあ、デバイスの数だけこうノードレット設定したら編集してデプロイしていかないといけない大変なんですけど、まあ、このメタデータサービスで、まあ、データを取ってくるっていうような設定にしておくと、まあ、何台あっても、まあ、1回こちらの側で設定すれば、まあ、ノードレット、ラズベリーパイ上では何も設定変更しなくても、まあ、設定を変更することができるみたいな、まあ、こんなことができますよという話になります。はい、でですね、まあ、でその単位がですね、デバイス単位にももちろん設定変えられますし、グループ単位でまとまって設定も変えることもできるみたいな感じになっております。で、まあ、今回ですね、最初にちょっと好きなソラコムサービスって書いてるんですけど、2人ともこのメタデータサービスってすごく好きでして、まあ、今回まあそれのまあ良さをちょっと伝えられたらなと思っております。はい、ということでですね、これからちょっとデモを行いたいと思うのですが、座りますか？はい、座りますか？大丈夫ですか？そうですね、はい、どうぞ。ですね、皆さんラズベリーパイ使われている方も多いと思うんですけれど、今日私見ての通りですね、USB と電源とラズベリーパイだけしか持ってきてません。何が言いたいかというと、キーボードマウスを持ってきてないんですね。ちゃんと動かなかったらもうその時点で終了という、ちょっと若干リスキーな
大丈夫そうですか。あのコンセントがあります。あ、そうです。大丈夫です。はい。で、まあ、あのこれ USB のドングルですね、挿して、まあ、通信できますよと。で、これあの電源ですね、挿すだけで。はい。で、電源を押すと、まあ、とりあえず起動するんです。これあので上についてるやつはセンスハットっていうデバイスでして、あの私とかあのもうハンダゴテとか実家に送ってあの家にないので、あの電子工作とかできないんですけど、まあ、そういった方でもこうもうカシャって挿すだけであの LED 操作したりとか、あとあの 音湿度とか取れたり簡単にするので、結構私はあの好きなデバイスなんですけれど、まあ、こんなん使ってます。で、今日はまあこいつを光らせるデモもやりたいと思っております。で、今あのこれ、ですね、電源つけたので、今あのラズベリーパイ起動してるとこですね。で、あ、すいません。で、うまくいくとここで、あ、つながりましたね、まず。はい、これで今もうすでにあの通信つながってる状態なので、これじゃあちょっと外から、アクセスしたいと思います。で、先ほどお伝えした通り、あの VNC って、まあ、あのラズベリーパイ最初からあの入っていて、まあ、設定変更するとあの簡単に使えるようになるんですけれど、それをですね、それの、 あの、まあ、そこにアクセスしたいと思います。で、 VNC のポート番号ですね、5900番なので、まあ、これ指定するんですね。で、アクセス可能時間っていうのをまあ設定して、まあ、その時間だけ、まあ、そのあの通信、あのセルダーで通信できて、まあ、その時間を超えたらもう使えなくなるみたいな感じになってます。自動切断ですね。で、こうで実行するとですね、何が起きるかというと、まあ、ソラコム経由でこの、ラズベリーパイに直接アクセスすることができます。今あのこれ今あの見ての通り、あのデバあの開いたばっかりで、あのここの Wi-Fi も全然使ってなくて、設定もできてなくて、なのでもうこれあのこの SIM 通信でここにアクセスするようにしたいと思っております。で、ですね、よいしょ。で、まあ、これ、ナプターのすごくいいところっていうのは、ここ見ていただいたら分かる通り、あのポート番号とかですね、もうランダムなんですね。で、IP アドレスもランダムに割り振られますと。なので、あのここにアクセス、外からアクセスできるんですけれど、もうその一定時間経ったら、もうこの IP アドレスのポート番号ももう解放されて使えなくなるので、まあ、すごくあの外から非常に安全にアクセスできます。かつその、あ、先ほどちょっと設定であのお伝えし忘れたんですけど、アクセス元ももう、指定しなければ、この今、マシンの割り当てられている IP アドレスからしかアクセスできないので、だからまあ外からこうアクセスし、あのアクセスできるけれども、あの周りからアクセスできないっていう、まあ、そういった安全にアクセスできるっていうところを提供しているということになります。で、これちょっとここにあるやつをコピーして、そうですね、あ、間違えた、これじゃない、新しく、接続したいと、あ、ここに、よいしょ、いけるかな、はい、いけましたね。これで、これは普通に SSH の、これは VNC ですね。はい、こんな感じであのラズベリーパイにアクセスできましたと。これ Wi-Fi 使ってないですね。で、こんな感じでまずアクセスできましたと。はい、すごく簡単なので、まあちょっと見ていただいたら分かる通り、あの、まあ、普段私もあのずっと前まであのノードレットとかあのラズベリーパイであの磁気確認とかしてたんですけど、そういった時ってあの、まあ、あの娘からキーボードをあの借りるようにお願いしてですね、ちょっと貸してねって言ってお願いして、でマウスどっかあるやつをと思ってきて、で刺してこうやってたんです。すごく大変だったんですけれど、今これあるのですごく楽に開発できるなと思っております。で、これでちょっとノードレッドにアクセスしてみますね。まあ、見慣れた画面が出てきましたね。はい、で、まずはですね、まずはちょっとあのこのセンスハットの LED ですね、どんな風に、動くかってところをちょっとお見せしたいと思います。あ、これじゃない、例えばですね、ここに
ラズベリーパイ、あ、このセンサハットのノードっていうのがあってですね、ここに何か文字列流し込むと、ここで表示するようになってるんですね。例えばここで文字列ってやって、はいみたいな感じで設定してデプロイします。で、そうするとちょっとすみません、見にくいかもしれませんが、これで実行すると、よいしょ。こんな感じで、はい、まあ、表示されるような、分かる、これはもうこれセンサーアートの機能ですね。このセンサーアートノードを使うとこんな感じで表示できます。じゃあ今度、先ほどあったメタデータサービスというのを使ってこれをちょっとやってみたいと思います。で、ここでですね、なんかグループを一つちょっと作りたいと思います。まあ、例えば、今日のデモっていうグループをまあ作って、まあ、そのグループに所属しますと。で、ここで、まあ、メタデータサービスというのがあってですね。で、ここに例えば、表示したい文字列、例えば、ハロー、ノードレット、UG みたいな、まあ、こんな文字列を設定して保存しておきますと。はい。で、じゃあちょっと先ほどのノードレットに戻って、HTTP リクエストノードですね。はい、これでアクセスします。で、エンドポイント決まってまして、この URL ですね、アクセスすると、先ほどの、データが、まあ、もらえますと。あ、そうだ、コントロールか。間違えた。で、まあ、ついでにですね、センスハットノードに、入力しますと。で、ジョイスティックイベントっていう、まあ、ボタンを押したらなんかこうイベント発行するよみたいなのもありまして、はい。で、これでボタンを押すとどうなるかというと、ボタンを押すとリクエストノードで、先ほどの、ソラコムで設定したメタデータ情報を取ってきて、まあ、それを表示するっていう。まあ、これだけです。ちょっとやってみますね。こんな感じで、ハロー、ノードレットという、先ほど設定した情報が、まあ、こんな感じで取れますよと。まあ、ということで、まあ、これ重要なポイントはですね、これ1台だと、まあ、まあ、ここで設定すればいいじゃんって話になるんですけれど、まあ、例えば10台あったりとかしても、まあ、そこ、ここの、ここにある情報と、ここで設定すれば、それがまあ10台でもまあ設定が取ってこれるみたいな感じでできたりとかします。あと、もう一つちょっと重要なのは、これってソラコムのサーバーっていうのは、この通信、ここからそのソラコムのサーバーまでは、まあ、閉じた世界なんですよ。インターネットを経由せずに、このサーバーまで来るんですね。まあ、キャリアの通信も経由で、まあ、そことソラコムのサーバーがもうインターネットを経由せずに直接つながっているので、なのでインターネットを経由せずにまあこういった設定を取ってこれるというところもすごく重要なポイントになっています。で、これ今ちょっと設定したんですけれど、じゃあ今度ですね、グループちょっと変えてみますと。これ事前にちょっと用意してたグループなんですけれど、所属グループ変更で、これちょっとあらかじめ作ってたグループなんですけれど、どういうグループかというと、こんな感じで、これここのセンスハットって文字列投げると先ほどみたいに文字列出てくるんですけれど、まあ、こんな感じでどのドットを何色にみたいな設定もできてですね、まあ、それを設定してあげるとそれがここにその色でポイントするみたいな感じになってて、じゃあこれ今あれですね、グループか今変えただけで、ノードレット私何も触ってない状態で、これじゃあボタンを押してみます。どうなるかというと、こんな感じで。こう分かりますかね、ノードレットの。あれをちょっと昨日ポチポチやってたんですけれど。おぉ、めっちゃ明るい。こんな感じで。まあまあ、見ていただいたら分かる通り、こう、まあ、こう、グループを変えただけで、ノードレット一切変更せずにこんな感じで。で、これもグルーピングもできるので、まあ、これを表示したいグループとか、別のものを表示したいグループ用意しておいて、まあ、それぞれSIM ごとに、こう、グループを変えてあげれば、こんな感じで簡単に変えられるっていう。まあ、こんな感じのデモになります。じゃあ、最後ですね。じゃあ、これ、
全部今日のデモ終わりなので最後終了したいと思います。で終了なんですけれど、せっかくなのでこれもちょっとナプターを使ってやってみたいと思います。先ほどですね、VNC のポートを指定したので、5900番だったんですけど、今度SSH でアクセスするように22番、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですけど、22番でじゃあ今度ちょっとアクセスしてみますね。でそうするとまた別の IP と別のポート番号を払い出されますので、ちょっとコンソールで若干分かりにくくて恐縮なんですけれど、はい、見えますかね。で、pipad で IP アドレスですね。で、こうやると、はい、出てきて、パスワード入力すると、あれ。パスワード入力するとこんな感じでラズベリーパイログインできましたと。これも同じですね、外からセキュア安全にアクセスしています。でこの状態で、シャットダウンコマンド叩いてみますね、はい、でこれで、まあ、ボタン終了するとどうなるか、あとあれですね、 VNC もちょっと見せていきますね。今こんな感じで動いてるんですけど、ボタンを押すとこんな感じで、はい、VNC がクローズして、こっちもクローズして、まあ、これも終了したら、これ消えるのかな、あの電源消えるんじゃないですか、消えるんじゃないですか、今、必死に終わっている、そうですね、ここがポチポチしていて、ドンダン、ダン、そうですね、これちょっと試してなかったんですよ、実は。あ、これ消えないあれなんです、まあ、サーバーも、消えた LED の挙動はしました。そうですね、ここはハードディスク消えたので、これ完全に終了するので、もうポチッと押したらもう簡単に終了するという感じで、はい、以上ですね。はい、ということで、最後ですね、今日お見せしたのが、まあ、複数台のノードレットへ設定ばらまきたいというときは、メタデータサービスというものを使うと、今みたいにできますというのと、あとは設置済みのラズベリーパイへ VNC、セキュアに、外からセキュアにつなげたいというときに、まあ、ナプターで使えますよというデモになりました。はい、ご清聴どうもありがとうございました。はい、中西さんありがとうございました。素敵な技術の組み合わせで、僕もラズベリーパイの遠隔操作はいつも悩ましいので素晴らしい技術だと思いました。いいですね。いろんなデータの情報のやり取りもできるのは、設定ファイルとかの反映とかもすごくやりやすそうな感じがあります。はい、ということで、締めの作業に入っていきたいなと思っております。ちょっとお待ちくださいね。ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。では行きます、はい。はい。ということで皆様お疲れ様でございました。締めにしていこうかなと思っております。ということで振り返ってみましょう。はい。このような4つのお話をしていただきました。ありがとうございます。リアルタイム感情推定ということで山口明さん。で、IE クラウドとノードレットで作る工場 IoT センサー接続やダッシュボードカスタムノード開発秘話ということで、橋向さんと小原さん。で、続きましては、ヌードルとノードレットを連携してみた夢話ということで、前原さん。で、最後に、ソラコムナプターで、ノードレットウキウキリモート開発ということで、ソラコムの中西さんということでお話をいただきました。で、ご質問についてですね、ちょっとこの後、すぐに、懇親会にスライドしていくといいかなと思いますので、まあ、終わったら、質問とかは、直接していただければなと思っております。
はい、登壇された資料はですね、おそらく公開可能なものであれば、後でシェアしていけるかなと思いますので、よろしくお願いします。感想も、ツイッターなどで、カジュアルに、投げていただければですね、来れなかった人も、関係者の方も気にしておりますので、よろしくお願いします。で、ユーザーグループ、ぜひご参加ください。こちらに書かれている通りですね、Facebook のノードレッドのユーザーグループ、ジャパンで調べられたり、あとは Slack も一応ございます。あとはですね、ウェブサイトを常に翻訳したデータを反映しているということであります。あと、キータもですね、情報が、テックの情報がよく集まる場所なんですが、ノードレッドのものもあります。はい。で、そうですね、5分間くらいで、ちょっと皆様に、この後お知らせしたいトピックがありますので、ちょっといくつかご紹介させてください。ささっと。はい。一つですね、また12月にですね、アドベントカレンダーというものがあって、これどういうものかというとですね、まあ、昨年のキャプチャー貼らせていただいておりますが、まあ、このような形でキータの方にですね、各、技術をで皆さんが、12月の25日分、埋めてみんなでリレーしていくという、アドベントカレンダーがございまして、おそらく今年も、ノードレッドやっていきますので、皆さんネタを考えていただけるとありがたいです。ですね、実際に、カレンダー自体公開されるのは11月の初めからできるらしいのでなるべく早くとあります。であとですね、皆様ちょっと気になってるかなと思うんですけど、やってみた記事って全然 OK です。うまくいきませんという形でも構いません。やってみてうまくいった方がいいんですが、とにかく試してみたという記事で全然構いません。ノードレッドはですね、ずっとこう進化し続けてるんですけど、新しい方のいろいろな知見とか使った感覚というのは非常に大切にしておりますので、間口はいつも開いてますよというところが一つ重要です。で、12月、皆様登録いただけたらリレーで楽しんでいけるかなというのと知見が集まっていきますという話です。あとですね、ちょっとまあ、最近僕の方もちょっとノードレッドのまあ、代表というかそういう形でちょっと呼んでいただいたんですが、ビジュアルプログラミング全般の交流会が発足しまして、まあ、非常にこう、スタートもよくですね、じゃあちょっとグループ作ろうかって形で、ちょっと僕も関わらせていただいているんですが、ノードレッド UG Japan もですね、その関連の中にも紹介していただいていて、よろしければ、ちょうど今 Facebook の方ですね、visualprogramming.jp という形で、最近発足させていただいたんですが、結構ですね、いろんなツール、ビジュアルプログラミング、先ほどヌードルとかの話もそうですし、ね、ノードレッドもそうですし、あとは他のですね、例えば、とかかな、あとは他にもスクラッチとか、まあ、そういうようなツールの運営者の方々中心にまず入ってなんか盛り上がってきそうな気配があるので、ちょうどねノードレッドの方皆様ビジュアルプログラミング大好きかなと思いますので、ご興味があれば登録いただけるといろいろな交流ができるかなと思っております。あとですね、次回はおそらく何があるかなっていうんですけど、頑張って準備していきますが、おそらく、ノードレッドユーザーグループ勉強会年末 LT パーティーが何も決まってないんですが、どこかで行われます。あとですね、いつも戦略があるんです、一つはアドベントカレンダーもあるんですけど、アドベントカレンダーはですね、大体12月スタートすると、皆さん辛さが分かってくるので、忘年会もですね、12月にやると、あんまりやってくれないって話があるので、ここ戦略を考えてます。大体12月ではなくて、11月のね、後半ぐらいにやって、なんか楽しみながら、まあ、アドベントカレンダーも話もしながら、LT やっていければな、みたいに考えております。はい、ということでこんな感じでね、前回も募集してやっていきますので、はい、よろしくお願いしますという感じです。あともう一つですね、ちょっと紹介したいなっていうのがあるんですけど、ちょっとこちらの方はですね、ちょうど小原さんの方も紹介したんですが、ハックトーバーフェストというものがあります。モクトーバーフェストというならビール飲んで10月頼みしましょうっていうんですが、こちらですね、GitHub のとかデジタルオーシャンのあたりがですね、主催というか旗振りをしてやっているもので、ソースコードを GitHub で直していくと、その、5個かな。数に応じてです、数が満たされている人は、まあ、ハッシュタグとかつける、ハッシュタグかな、つけるんですけど、それが10月中に数が満たすと T シャツが来るっていうのがあります。まあ、それはもちろんですね、プルリクエストの形なので、まあ、受け入れられたっていうところはあるんですけど、もちろん、ノードレッドの場合ですね、いろんな絡み方ありますね。翻訳をして、プルリクエストで受け入れられたりみたいなのもありますし、まあ、当然、ちょっとノードレッドの話だけで言うとソースコードを直したりとか、あとは、まあ、そういうような、ものがあったりとかしますよねってところもあります。
でもちろんこれ GitHub 全体の、ね、取り組みですので、もちろん他のソースコードを直すってなるんですけど、まあ、こういうような取り組みがあって、もし今準備中なんですが、まあ、ノードレッドでもなんかそういうような取り組みやれたらなと思いつつ、まあ、こういうのがあるのに皆さんも個々で参加していただくといいかなと。で実際詳細なんですけど、日本語ページじゃないんですが、結構読みやすい日本語じゃない英語になっていて、ちょっと今翻訳さっと書けるんですけど、まあまあ、いろんなね、ところでプルリクエストをやっていこうみたいなところとかがあったりとか、まあ、10月1から31日までさ、やれますって言って、やるときにはちゃんとこちらにサインアップしてやりましょうみたいなところとか、まあ、GitHub がホストする任意の、まあ、自由ってことですね。リポジトリプロジェクト作成できたら、ちょっと詳細見ていただきたいんですが、こちらの方でやって、去年もすごく盛り上がりましたという話でございます。で、どう盛り上がったかというと、僕実は去年もやりまして、何したかというと、Azure のとあるノードの、ちょっとこれ異臭の不具合をですね、がっつり直したみたいなところで、ちょっと T シャツいただきましたみたいなところがあるので、まあ、こういうの関わり方もできますということで、こういう話があって、まあ、ちょっと日本でもやっているので、僕らも盛り上げていければなと思っております。なんですけど、ノードレッド UG がね、ガオンって肩振りするっていうよりは、まあ、僕らもやってるよって感じなので、まあ、皆様も認識いただけると楽しめますよ。本当にね、だから T シャツ来るんですよ。結構くれるんですけど。はい。という感じで、こういうこともやっておりますという感じでした。はい。ということで、ファクトバフェストというものも10月に行われますので、結構パーティーというか、こういう話があるので、楽しんでいきましょうという話でございます。ということで、結構トピック多かったんですが、まあ、ノードレッドを取り巻く世界いろいろ広がっているということで、改めまして、ノードレッドユーザーグループジャパンとは、IoT をはじめとして様々な API、データ連携を GUI 直感的に構築できるオープンソフトウェアということで、まあ、これの利用促進、情報交換を高めていこうということで、このユーザーグループやっておりますということで、はい、とりあえずですね、懇親会に移りますが、平常の挨拶をさせていただきます。まず、参加者の皆さん、登壇された皆さん、ありがとうございました。そしてですね、素敵な会場をご提供いただきました、ソフトバンク株式会社の皆様、ありがとうございましたということで、とりあえず平常とさせていただきます。懇親会をされる方は、こちらでお待ちください。後ろに準備しております。ということで、ここまでご参加いただきまして、ありがとうございました。
また僕が分かるわけですね。